おう、こっちだ。座れよ。というわけで、サウナ御殿の周り聞き込んだんだけど、やっぱ頭のアリバイを証明できる証言は取れなかった。わかった。よし。で、そっちが俺を呼びつけた理由は何？新しい情報が入ったんだ。ま、こいつを見ろ。警察がマスコミに公開してな。例のアムール前の防犯カメラ映像だ。羽村も被害者の久米もバッチリ映ってたよ。事件前に頭と久米が揉めてた映像ってことか。警察はそんなの掴んでたんだな。いいか、再生するぞ。店に引きずり込まれてるのが久米だ。この画面の端を逃げていくのが久米の兄貴分ってやつか。ああ、名前も分かった。村瀬明。久米と同じ教令会の組員だ。警察の取り調べを受けた後、今も神室町にいるらしい。多分近くに教令会のアジトがあるんだな。よく撮れてるな、この映像。これじゃあ頭も言い訳しようがない。ああ、それにまだ続きがある。さっきのから1時間後の映像だ。拉致から1時間後、羽村と久米を残して組員たちとアムールの店長が店を出てってる。羽村と久米だけまだ店の中ってことか。なんで二人だけ残った？さあな、羽村も俺らにこんなこと言ってなかった。この映像の時点で夜10時、久米の死亡推定時刻までまだ4時間ぐらい空いている。問題はその間、店の中で羽村と久米が何をしていたかだ。頭は確か12時頃久米を店から叩き出したと言ってたの。その時自分も店を出てサウナに行ったと。ああ、だが羽村や古文以外の人間からも話を聞いておきたい。そこでだ、八神、お前はこのアムールの店長を当たれ。先に言っとくぞ。ああ、弁護人はあんた。裁判にどんな調べが必要か決めるのもあんただ。それでも調査のやり方は俺が決める。いや、でもどうせその店長とは話すんだろう。だとしてもだ、あんたに指図される感じが嫌なんだよ。
どこだ？ん？
Thank you.
怪しいな。誰だよあんた、ここで何してんの？いや、少し話を聞きたくてね。今いいかな？はい。12月3日の事件のこと。ああ、俺その日いなかったんだよね。聞くなら店長に頼んますよ。夜まで来ねえけど。その店長ってこの人？ああ、そうそう。店長の名前は？荒垣。連絡つかないかな。少し話したい。迷惑かけないよ。どうかな。ちょっと待って。やっぱ携帯切ってるわ。あの人昼間はいっつもそう。大抵はこの辺で遊び回ってんだけどな。カムロ町にはいるわけか。大抵は。わかった。じゃあちょっと探してみるよ。そりゃいいけど、どうやって？街中歩き回って。一つ心当たりがあってね。こういう人探しのうまいやつがいる。店長の名前と顔は分かってるわけだし、ダメで元々だ。はあ、そんな人はいんの？まあ頑張ってよ。ありがとうな、助かった。いい加減にしろよ。
しもし、この間の仕事の件ですけど。はい、あら、既読ついてるのが。わかりました。はい、それでは失礼します。お、孫からのメール。やっぱりここにいたか。お、八神氏ですか。まさか一緒にゲームしに来たのですか。え、そんなわけありませんね。何の用です。ちょっとお前の手を貸してほしくてな、つくも。こいつはつくも誠。名字も珍しいが名前も珍しい。ネットを通じてあらゆる情報を集めるハッカー、つまり情報屋ってわけだ。察するにまた探偵のお手伝いですね。今度は猫探しですか、それとも失踪人探しですかな。人を探してる。クラブアムールの店長で、名前は新垣。この近辺で遊んでいる可能性があるが、さすがにカムロ町中を一軒一軒探すのは骨が折れる。いけませんね。足を使った人探しなど時代遅れですぞ。どれ、あなたのスマホを貸していただけますかな。スマホ？おう。おや、おやおやおや、八神氏、ユッターのアプリ入れてるではないですか。ユッター？ああ、例のつぶやきアプリか。ところが、この僕の手にかかればこいつも人探しツールに早変わりなのです。本当か？どうやるんだ。システムに侵入しますので少々お待ちを。これでよし。八神氏、この画面を見てくだされ。試しに何か検索ワードを入れてみましょう。まずは名前からですかな。じゃあ新垣。次は検索期間を狭めてみましょう。とりあえず今日。ほら、このように誰かがユッターでつぶやいた場所が地図上で確認できるのです。まあそのためには管理者権限でシステムに侵入する必要があるのですがね。へえ。しかし128件ですか。もうちょっと絞り込まないといけませんな。って言われてもな。では知っていることを何でも入れてみましょうか。八神氏、先ほど店の名前を言っていましたね。カムロ町のクラブアムール。では新垣クラブアムールで検索してみましょう。ほら見てくだされ、一つに絞れましたぞ。これが新垣のつぶやきなのか。いえいえ、彼に関する目撃談です。ですが大きな手がかりになるはずです。何せこれは10分前のつぶやきですから、この人はまだ近くにいる可能性があります。つまりこの人の元にすぐさま向かい、新垣氏がどっちに行ったか聞いてみればいい。本当か。それじゃあ今すぐ行ってくる。八神氏、あなたのマップアプリにもつぶやき地点をマークしておきました。有効活用してくだされ。ああ、助かった。たまには外に出ろよ。出るわけないじゃないですか。ノリでよかったかね。もしもし、あ
ますよ。はい、もしもし。先生ですか。今日、宇宙さんでしたか。ちょっといい？あれ、八神さんじゃない。どうしたの？クラブアムールの店長を探してるんだけど、今どこにいるか知らないか？ああ、彼ならさっき見たけど、すごい機嫌悪そうだったよ。きっとパチンコでボロ負けしたんじゃないかな。それで、どっちの方に行った？太平通りの方。きっと寿司でも食べに行ったんじゃない？は？寿司？パチンコ負けたんだろ。なんでそんな豪勢な飯食うんだよ。分かってないな。負けた時だからこそ気晴らしに寿司なんだよ。5万10万負けた時はもう1万くらい減ってもどうってことないだろ。逆に勝った時はお金使うのがもったいなくてせこくなったりするもんなのさ。はあ、そういうもんか。まあとにかく太平通りの寿司屋だな。助かったよ。ありがとな。ごちそうさん。あ、荒垣さん。アムール。なんだよあんた。八神探偵事務所。12月3日の夜にあった事件のことで。ああ、あれ俺よく知らないんだ。悪いけど。あんたが知らないってことはないだろう。本当にわからないんだって。じゃあ証拠見せようか。あんたが事件の関係者だって証拠。これだ。これうちの裏口か？アムールの。せっかくの防犯カメラも壊れてちゃ意味がない。まあそうだけど、これがなんで俺が事件の関係者って証拠なの？ん？いや、ん？ちょっと違ったか。じゃああんたが事件の関係者だって証拠は？これだ。あ、事件当日あんたは松金組の連中と一緒にアムールを出てる。この時店にいたのが羽村の頭と被害者の久米だ。あんたも立派な関係者だよ。なんだよ、参ったな。別に俺は怪しいもんじゃない。羽村を弁護するために動いてるだけでさ。少し時間をもらえればそれでいいんだ。そうか、まあいいや、わかったよ。へえ、
あんた、よく店長を見つけたじゃない。おかげさまで。12月3日の夜9時頃、この店で何があった？いや、だから羽村の頭がね、例の久米って関西ヤクザを連れ込んできたんだよ。ほんといきなりな、驚いたよ。その時他の客は？あの3、4人くらい。でもヤクザが怒鳴りながら入ってきたんで、みんな帰ってったよ。店の女の子たちもその時俺が返した。うん。その後は松金組の人たちが久米に焼き入れてたよ。1時間くらい。今の俺から聞いたって言わないでくれよ。分かってるよ、大丈夫だから。で、10時過ぎになって急におかしなことになってさ、みんな羽村の頭に返されたんだ。店長の俺までだよ。店の中は頭と久米の二人きりになった。ああ。なんで頭はみんなを店から返したんだ？なんか久米が昔のダチに似てて、それでちょっと二人で話したくなったとか、そんな風に言ってた。また妙なこと言い出したな。まあ松金組の連中もそう思ったろうけどさ、でも頭がそうしたいってんだからしょうがないよな。だから俺もその後のことは知らないんだよ。裏口の防犯カメラ壊れてるよな。ああ、いつから？先月頃。多分酔っ払いかなんかに壊されたんだけど、まあどうせもともと録画もしない飾りだったから。なんだ、そうだったのか。久米がリンチされてた時、あんたは何を？何よって、そりゃひたすら黙って見てたよ。でもそのリンチで人が死んだりしたら店としてもまずいだろう。なんとか通報しようとは思わなかったの？通報しないよ、バレたらおっかねえし。それにリンチっつってもね、全然大したことなかったんだよ。みんな手加減してたから。手加減？せいぜい頭はたいたり小突いたりする程度。たまに強めに入っちゃって鼻血とか出してたけどね。事件の後警察が来たと思うけど。ああ、刑事が来たよ。組対の黒岩って人。その刑事にはどんな話を？別に今お宅に話したようなこと。その間鑑識が店の中調べてたね。被害者の血の跡がないかとか、ルミノール反応ってんだろ。実は警察来た時にはもう掃除しちゃってたんだけど、やっぱり少し血の反応が出たらしくてさ、だからここが殺しの現場じゃないかってそう言ってたよ。そんなに血が残ってたのか、あんたが掃除する前。いや別に大したことなかったけどね。なら現場とは言い切れなさそうなもんだ。そんなの俺に言われたって知らないよ。どうもありがとう、助かったよ。もういいんだね。もしもし。カイトだ。今どこにいる？アムールって店を出たとこ、スッポン通りの。アムール？松金組がケツ持ちしてる店だよな。ああ、事件の晩その店に羽村と被害者が二人でいたんだ。それより何かあった？ああ、そっちが済んだんなら事務所に戻ってくれ。なんで？まあ急ぐ話じゃねえ、クリアわかる。じゃあな。
家を出たところなの。あとどれぐらいでこちらに着くんだ。うわ、何すんだよ。でかい顔して歩いてんじゃねえ。残念だったね。いい加減にしろよ。あれ、なんでお前が。お前とか言っちゃダメだろ、タボ。ごきげんよう、ヤガミ君。言っとくけど、真冬ちゃん、お前とより戻しに来たわけじゃないぞ。より戻すって。付き合うまで言ってませんから、私たち。失礼しました、ケンジ殿。仕事の話で来たの、当然だけど。仕事？松金組若頭羽村恭平の例の事件、検察の方で起訴にしたから。八神君も絡んでるんでしょ。早耳だな。源田法律事務所の情報は私に筒抜けなの。沙織さんから聞いたのか。相変わらず仲いいな。当たり前でしょ、幼馴染だもん。それに大学同期か。そう。羽村の件だけど、もう起訴なの？逮捕したばっかりなのに。担当検事は前から羽村に目をつけてたみたい。逮捕するまでずっと泳がせてたんだって。その担当検事っていうのは。泉田検事。なんかそんな気がしたんだ。泉田ってターボーが無罪取った時の検事か。ああ、3年ぶりの対決ね。いや、俺が法廷に立つわけじゃないから、そういうのは新谷がやる。やっぱり弁護士に戻る気はないの？こないだ源田先生にも言われたよ。その話はもういいって。そっか。検察からもなんかうちに仕事ないかな。真冬だったら安くするよ。前から思ってたんだけど。ん？八神君、探偵なんて全然似合ってないからね。
電話で済む話だったな。なのにわざわざ会いに来たわけだ。どう思う？外もう暗いな。ちょっと送ってくる。ふん。真冬、なんだお前は。あれ、検事生、八神くん、何してんの？いや、お前を送ってやろうと思って。え、そうだったんだ。そうか、君が八神弁護士。こちら森田検事生。それとご存知泉田検事。久しぶりだな八神先生。法廷に立つ君を見られなくなって残念に思っていた。今回は君が羽村の弁護を？いや、弁護人は新谷先生で、俺は証拠集めの手伝い。俺が送る必要はなかったな。じゃ、また。君は今、探偵やってるんだってな。一度は無罪を勝ち取った弁護士なのに、もったいないな。あん時は、あんたが相手だから勝てただけだよ。ほざいてろ野良犬が。お前のデタラメな弁護で誤信が生まれたんだ。そのせいで一人の女の子が殺されたんだぞ。ん？どこがデタラメだった？検事だったら具体的に言ってみる。何もかもだ！もういいだろう、泉田。やめましょう、泉田さん。送りに来てくれてありがとう。失礼する。なかなか渋いな、今のおっさん。あの貫禄、若い女は参っちまうぞ。だったらなんだよ。いや、なんでもねえ。で、仕事の話だけどよ、次はどうする？検察は頭の起訴を決めたってことだった。源田事務所に行って新谷と打ち合わせよ。海藤さんも一緒にいてくれ。わかった。なら俺は先に行ってる。ん？なんで？お前はまあ、その、少し頭冷やしてからゆっくり来いや。余計な心配だっつ。お。
ばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。はいはい、今帰ってますよ。大丈夫。もしもし、買ってくるように頼まれたのはケチャップと。はい、もしもし、あ、先生ですか。どうも。今日もしもし、ありがとうございました。今帰ってますよ。大丈夫。Yeah!
ったく、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。通信制限かかっちゃった。バイトの給料入ったし、課金だ課金。やば。既読無視してた。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。